このチャンネルは南いつきのゲーム実況動画を編集したりしなかったりで投稿するものです。実況が苦手な方にはおすすめできません。あとボリュームを最適にしてパソコンから1メートルは離れて最後までご視聴してください。はい、皆さんこんにちは、一輝です。戦乱神楽エスティバル VS 実況プレイパート21始めていきます。とその前にここの残りの櫓4つ壊しときました。で壁走り使ってね、路地裏に入らなきゃいけなかったらしくてね、探索する前に2人出てきて、で横に行けなくなったからそれがちょっとあれでね、回収した。で、百花繚乱記のカツラギ編と読みさん編が出ちゃったんですよ。じゃあ続きやっていこう。で、今回は小さな生意気、三神楽三姉妹を倒せ、私を舐める奴は許さない、煽られたら煽り返す。未来を使うんだな、今回。仲間行ってくれよ。大丈夫かな。はるか様いねえかな。こういう、なんだ見えねえよ、わかんねえよ。おう。そうだ。未来さん、いつになく張り切ってますわね。うん。妖魔を倒さなくちゃいけないってのはもちろんだけど。忍びの盆踊りで一番になれば神楽への道も開けるんでしょ。うん、神楽って言えば忍びの最高称号だし、そんなものになれたらアルバイトとかしないで忍びとしての仕事だけで生きていけるって思うんだよね。忍びだけの仕事で生きていけると思うけど、生と死のあれだからな。でもそう思っていたのでしたら最初からもっとやる気を出せればよかったですね。煽るんじゃねえ。それはそうなんだけど、ずっとアルバイトばっかりだったからビーチに来たら舞い上がっちゃって。わあ、わかる。ちょっといいかしら。おう。はい、3名様ご来店。いらっしゃっせーじゃねえ。ありがとうございます。アルバイトしてる。何よこの掛け声。ああ、急にあんたたちが来たからついいつもの癖で。うん、すみません、最近未来さんと一緒に。ちょっと待てや。居酒屋風喫茶ってなんだよ。居酒屋なのか喫茶店なのかどっちなんだよ。酒出すのか。つうか未成年をそんなところで働かせるんじゃねえ。居酒屋風喫茶店。へえ、そんなの気になるけどね。行ってみたいっす。うん。ベラメ、何がアルバイトだってのは。うん。忍びのくせに情けない奴らだぜ。たく。ふん、そんな挑発はもうどうなんだろうね。こっちは生きていくために必死なんだから、笑いたければ笑えばいいし。ん？あ、踊り子号。お前たちは何の用だ？うん。そんなの決まってるだろ。あんたたちの矢倉をぶっ壊しに来たんだよ。何個だった？見てねえ。私たちからも動かないと。あんたたちその気にならないみたいだし、中にちょっと遊んであげようと思って。おう、うわ、あんた小さいくせに生意気ね。お前も変わんねえわ。小さいのはあんたの方でしょ。うん。は？あんた身長は150センチだけど。おう、私はもっと大きいから
論破。論破って言うんじゃねえよ。ボコボコにしてやろうぜこいつ。論破って、あんた自分の身長言ってないじゃない。151とかじゃねえの。はいはい、悔しいの。それで、でも攻撃力使った時に攻撃力少なすぎたんだよな。確かに反射とかで連戦数は稼げるんだけど威力が少なすぎて倒しきれないんだよ。ダッサカフル。おっぱいに毒だよ。未来の方が強いんじゃないかなと思うんだよね。未来は確か威力はそこそこあるけど、そこそこあった気がするんだよな。まあ遠距離だからね。ぶっ飛ばしてやろうぜ。未来も好きなんだよな。さあオロちゃんまたここかよ。絶対倒して後ろ行くパターンじゃん。未来内中中、行ってやろうぜ。後ろは後ろまだ。ほっ、おらこれが強いんだよね。威力少なくなってる今回。あれ？こんな威力なかったっけ？レベルの問題か。おら、早い早い早い。レイゼンスが早い。って転身しとこう。お腹に張り付いてたじゃねえか。ふう。おら。使っとこう。ガトリング。こいつのもう一つの必殺技これだ。結構つらい。よいしょ。ふう、これで後ろ行けんじゃねえの。終わっ、何二人だろ、で三人目くんだろ。行くぜから始めんじゃねえわ。戻れねえの？ってことは櫓全部ここ櫓あんの？櫓ねえじゃん。おら！ふう。こうやべえな。もう行こう。発射。全然削れねえ。ほっ、おら、ふう、よいしょー。あー、くそーされた。まずいな、バチで叩かれるぞこれ。あと残り2人まだだろう。おらー、ふう、
いてて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 3人はまずい。早めに1人潰しとかないと。花火が来た。スーパーアーマーやめろっつんだ。ふうふう、どこ行った？あ、やばい、された意欲が足りない、やばすぎる。クソ、幼稚園児みたいな格好しやがって。早めに変身したのミスったらホーミングダウン。オラホーミングダウンいって、ほ、痛い。てか3人なんだからさ、こっち仲間くれよ。いって、なんで仲間いねえんだこっち。お、来るだ。ふう、ってドッカンされた。3人変身したらあともう削り切るだけなんだけど、こっちもやばい。どうするかな。飛んでいこう。振り返りざまに一人はもうちょいなんだけどな。おら、クソ、削り切れてねえ。どこ行った、あいつ。いたわ。ピョッタピョッタピョッタ、いってこいつら。ホーミング弾だからどこ行っても当たるからな、これ。よし、まず一人。いってこいつ。ふう、遠距離相手に近づいてくんじゃねえ。痛い、きつい。誰だバーカっつってんの、お前か。くたばれクソども。バルキューリー威力低いな、ほんと。逃げろ。危ねえな、マジ近づいてくるな。おら、これでいける。いけてない。よし、バカ誰が。ふう、あぶねえなマジで。ボロボロにされたんだけど。つうかよ、3対1はひどくね。焦ったわ。わかった。バーカバーカ。言っちゃった。ブラックブラック。別にこっちだって本気じゃなかったから。勝手に言ってる、論破すんぞこら。カフルちゃん本当っすか、すごいっす。ダメだ。もう別に全力だったんすけど。
それ言っちゃったらダメだって。花火、そんなことは話さなくていい。こんな時は全然聞いてねえぜって虚勢を張るんだよ。ああ、でもまあうちらの目的は果たせたっすよね。時間稼ぎ、何時間稼ぎできたと思うっす。負けちゃったけど、一応作戦成功ってことで。時間稼ぎ、バカ、余計なことばかり言わないの。せっかく計算通りだったのに。おう、まずいっす。もうしっかりしてよ。これだから超体育会系は。とにかくこれが私たちの実力だとは思うなよってことっす。あ、いつ来た。結局あの子たちにはさゆり様とは別の思惑があるみたいね。おう、はるか様見てたの。何。お、結構食らったんだよな。まあそれかだよな。ちょっとずつ成長してる。ちょっとレベル上がったからいいだろう。これなら、ふう、あ、何も入手できなかった。それでは今回はここで終わりたいと思います。ここまで見てくれた方ありがとうございました。 Twitter のフォロー、チャンネル登録いかがでしょうか。次回もよろしくお願いします。